エクスプローラー9号はアメリカ合衆国の人工衛星。大気密度の測定のためだけに打ち上げられた一連の膨張型人工衛星の発生功期で、先に打ち上げられたが失敗に終わったエクスプローラー S-56 と目的も設計も同一の人工衛星である。表面はアルミ箔で覆われており、熱処理のために表面には、 直径 5.3cm の白円が一様に描かれている。この玉は打ち上げの際には長さ 48.3cm、直径 21.6m のチューブに圧縮されて、ロケットの4段目の先端に搭載されていた。3段目と4段目の切り離しの際、窒素ガスによりチューブを球状に膨らまし、分離バネによって4段目と衛星が切り離された。 エクスプローラー9号の打ち上げ玉は赤道部分のマイラーによって2つのアルミホイルの半球に分離されていて半球はアンテナの役割を果たした。電力は太陽電池と充電可能なバッテリーにより供給された。エクスプローラー9号は純粋な固体燃料ロケットにより軌道上に打ち上げられた最初の人工衛星でありワロップス島から打ち上げに成功した。 最初の人工衛星でもある。1964年4月9日大気圏、再突入。ありがとうございます。